よくね、人に質問するのね、みんなが幸せになるには何だと思うって、ね、平和な世の中になるには何だと思うって質問、もうそういう答え返ってきたことないんだよね。僕の中にはもう答え決まってて、本物を作る人が増える。それによってこういう農地が守られたら最高だよね。時代が求めることを願ってるんだけどね。で、増えることを願ってるんだけどね。ゼロ島の水に関しては聞き水ですねをさせていただきました。非常に美味しかったですね。本当雪解けの水のような、本当清らかな綺麗な水だなと。今まで小野酒造ではこれだけの小さい仕込みっていうのは経験したことはないんです。当時一人ではお酒造りっていうのはできないです。その担当の人たちがやはり、責任を持って、やっぱり美味しいお酒を作りたいという気持ちを込めながら作業をしていく。それでやっと、1ヶ月以上かけて一滴のお酒が出来上がると。その時代時代で人が欲しているからこそ漆が残っている。常に、昔の技術っていうのをしっかり習得しながらも、なおかつそれを消化していくというか、新しいものに変えていく。瓶を見た時に味がまた思い起こされるような、いかにその味としての記憶を形として残せるかっていうのが、今回私たちがやらなければいけないこと。